みたいなんで、やっていきましょう。はい。はい、トン切った。で、リャンソーは残すんか。リャンソーもいらんもん、これ。ウーピン切った人は。まあ、一貫性っていうのはおかしいけど。ウーピン切った人はリャンソー切るわ、もう。うん。はい。親がチュンのポン入った。で、本当にだから、もう川とか見ずに、俺がさ、リスナーの配布検討で言うけど、お前ドラとか見ると、ドラ残したり、ドラそば引っ張るから、もうドラ表示隠して、毎曲まっすぐ上がりに行った方が俺のが強いって言うことあるやん、俺。配布検討で、成績が悪い人、見ると、もう俺がただ川全く全部隠してこの上から手牌以上全部隠して一人麻雀した方が成績残せるわって言うけど、もうまさにそんな感じ。もう川とか何も見ずにイーシャンテンぐらいになってから見たらもう一人麻雀してその方が絶対いいわ。もうこんなウーピン切っちゃったらもう、まあいいや、とりあえずリャンソー切る。いや、リャンソー切らんのかい。 やっぱマジで分かってないんだな。申し訳ないけど本当に何も分かってないんだな。だってこんなんやっぱさ、リャンソン、だからもうジャンと、だから本当の初心者なんだな、これ。だから俺はまだ、麻雀教師で働いてたり、本当に超初心者に教えてる。今はもう、彼女できても、麻雀知らない彼女に教えたりしないけど、大学生の時は本当に毎回教えてた。ゼロの状態から。で、俺の本見た人いるよね。俺の本の一番人気の、恋人と麻雀みたいなコラムのとこで、書いてるけど、そのね、俺がゼロから教えた子が、あ、まあ、その話要約すると、てか、本買ってくださいっていうか、この部分ぐらいあげるんで、もし気になる人いたら、DM してください。まあ、その話の要約すると、俺はこれが、MJ ってあるじゃん。MJ のコラムってあったもんね、昔。セガネットワーク対戦、MJ の、日本プロ麻雀協会で初めて受けた。文章を書くことって俺昔から夢だったから、初めて受けた仕事で文章を書く仕事。で、その時に書いた。もう10年以上前に書いたやつなんだけど、それの内容が、全く知らない女の子に麻雀教えて、俺は好き勝手、自分の好き勝手に、ゲーセン連れ回して MJ やらして、隣で言ったりとかね、それこそ自分で、麻雀カフェみたいなやつやってたんで、そこで後ろ見して、ベタ折りしてる時に、ベタ折りしてる最中に、チートイドラドルテンパったのに、気づかずにそのままベタ折り続けて、俺が後ろからおいっつって、そうしたら泣きながら出てっちゃったみたいなこともあって、で、いろんなことあったんだけど、結局その子と別れて、自分の荷物があるから、取りに行った時に、その子が就活してて、履歴書が机の上にあって、で、その履歴書の趣味の欄に、麻雀って書いてた。で、その二文字が俺は今でも忘れられないみたいな。要約するとそんなコラムなんだけど、で、それはね、本当にね、あ、ちょっとこれは余談だけど、それをね、俺ね、MJ コラムで、ね、今でもね、一番人気ぐらいみんな言ってくれるコラムなんだけど、まあ、本当、興味ある人は言って、俺全然あげるから、そのページぐらい。DM で言ってくれたらそのページ丸々あげるんで言ってください。で、その MJ コラム用に書いたのね、その文章、あれはね。で、指定がね、2000文字以下って書いてて、で、俺初めてお金もらえる仕事だったから、2000円とかだよ、多分。2000円か3000円しかもらえないけど、俺の中ではすごいでかかったの。MJ コラムなんてさ、数百人読むかわかんない。だけど俺の中では、すごい嬉しくて。で、小説書いてる友達にも添削してもらったりして、ここら辺の言い回しおかしくないかなって、頑張って書いて、で、協会に提出して、で、無事乗ったんだけど、で、その乗った時に、俺がマジでそこをブチ切れたのが、勝手に添削されてたの。その2000文字って指定されてるから、俺は多分ね、1900何文字とかぴったしに収めたのに、なんか1300文字ぐらいにがっつり減らされて乗ってて、はって思って。で、俺その時本当に半泣きで、福地さんに、その俺が、全財産負けた、さんまの雀荘を福地さん紹介してもらった時に、そこで福地さんに、いや、これって文章書くって勝手に直していいんですかって、普通におかしくないですかって。で、福地さんは、いや、でもそういうことはよくあるって言ってくれたの。やっぱり依頼受けた方が、まあ、その君が文章を出すまでが仕事で、その後に変えられちゃうとか短くされちゃうってことはあるんだよ。だけど、普通に考えたら、勝手にカットするのは良くないと思う。
って言ったの今でも覚えてて、で本当にね、俺が腹立ったのが、それがね、出版社とかだったらええの。出版社が別にプロのなんか専門のライターの人が、あ、ちょっと2000文字長いなってうまく添削してくれてたのに、絶対そのプロじゃないから、そんな協会の市北さんか誰かわかんないけどさ、市北さんって人いんだけど、上の人ね、事務局の人、うん、別に仲悪いわけちゃうけどさ、誰かわかんないけどさ、勝手に削られたの、本当俺泣きそうになった。あれ本当よくあの若者のさ、純粋な気持ち踏みにじってくれたなと思ってさ、まあ今で恨んでるとかないんだけど、俺本当ね、すぐね、で福地さんに同時に聞いたのが、俺めちゃくちゃ腹立ったから、この文章を丸々自分のブログに載せていいかって言ったの。俺こんな出されたら嫌だから、こんな風に、だから俺はしっかり書いてるのがあるからって言ったら、福地さんはそれは、いや、それは別に著者っていうか自由だと思うからやった方がいいって、そこまで鮮明に覚えてるっていう話なの、あの本のあのページはね。うん、でそういうことがあったんだけど、本当ね、今でも忘れない。教会のさ、特にもう十何年前でしょ、15年ぐらい前でしょ、俺がプロになってそこそこだからさ、もう15年近く前にさ、誰が直したんだろうな、本当に。市北さんちゃうかな、本当に。うん。プロが直すならいいけどな。そんなプロのライターとか雇ってねえからさ。当時、教会。いや、今でも雇ってないと思うけど。誰が直したのかなって、本当にね、今でもね、腹立つけどね。本当に今考えても、自分を客観的に見ると、かわいそうだなって思う、普通に。うん。